お元気ですか、ボクシュミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画第6回目でございます。第6回目はですね、ちょっとね、事情によりましてですね、5袋でね挑戦したいと思いますのでご了承ください。まずはね、1袋目いきたいと思います。これは、最優秀中継ぎの、中日ドラゴンズ、ジャリエル・ロドリゲス選手でございます。投手ですね。で、盗塁王の阪神タイガース近本浩二、外野手でございます。2袋目でございます。千葉ロッテマリーンズ、山口浩輝外野手です。横浜 DeNA ベイスターズ伊勢ひろむ投手でございます。3袋目でございます。あ、ごめんなさい、今ねハサミがちょっと落としてしまいました。失礼しました。で、レジェンドカード出ますね。埼玉西武ライオンズの、これ内海哲也投手のね、この引退セレモニーの時のねカードでございます。中日ドラゴンズ柳裕也投手でございます。4袋目でございます。こちらね、オリックス・バファローズ26年ぶり5度目日本シリーズ制覇した時のカードでございます。で、盗塁王の千葉ロッテマリーンズ高部明人外野手でございます。で、5袋最後のでございます。で、キラカード出ましたね、北海道日本ハムファイターズの伊藤大夢、選手のですね、キラカードでございます。ごめんなさい、伊藤大夢選手ですね、失礼いたしました。で、最後はオリックスバファローズの杉本裕太郎外野手でございます、ね。で、以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第6回目終わりたいと思います。今回は、白サインカードは出ませんが、キラカード1枚、そしてレジェンドキラカードですかね、1枚の結果でございます。5袋なのでね、まあこんな結果だなと思っております。で、第、ね、7回目の時はね10袋できると思いますのでよろしくお願いいたします。またこういったお金がありましたらこういった開封動画やっていきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。